イラリオン、プリアニシニコフ、バシリー・ペロフ復活大祭の重事業イラリオン、ミハイロビチ・プリアニシニコフ、原家ルーガ州ティマショボ1894年3月12日、モスクワは、ロシアの画家で、移動派の創設者の一人、ティマショボ村に、商人の家庭に生まれる。1856年から1866年まで、モスクワ絵画、彫刻、建築学校に在籍し、 イェブグラフ・ソロキンとセルゲイザリャンコの講座を履修する。最終年次に制作された絵が、おどけた奴らによってたちまち広い名声を勝ち得る。この小さなカンバスにおいて彼は、すべてのものが売り買いされてゆく、この世界における人間性に対する侮辱や、霊単さや無慈悲といったテーマに、独自の光を当てている。 アザケリの中でコンチェルティーナに合わせて踊ることを強いられた滅威の商人と書籠の役人を描いた後、画家は道徳的な宗悪さと独りよがりな下品さの見本師とも言うべき、見物人全員の姿を容赦なく描き出す。この絵を見たアカデミックな芸術の支持者は、芸術とは永遠の真実から引き出される理想を表現するものであるという巧妙な目標に対して、この若い画家は、 破壊を試みようとしているのだと受け取り生き通った。1870年に、第一級の画家という肩書きを手に入れ、1873年より、母校モスクワ会が、彫刻、建築学校の教団に立ち、コンスタンチン・コロビン、ビトルド・ビャルイニツキービル、ミハイル・ネステロフラを育成した。移動派の結成当初からの同人であり、第2回巡回展覧会より移動派の監督の、 一人となった。プラニシニコフは主にモスクワに住んでいたものの、しばしばロシア北部を訪れてスケッチを行った。救世主ハリストス大聖堂の内蔵にも加わった。ありがとうございます。